皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナ情勢は、ヘルソンでウクライナ軍がロシア軍の兵艦を切断したというお話。後半は、イスラエル中東情勢ですけれども、イスラエル軍の制圧状況を確認したいと思います。では参ります。えー、本日は久々にですね、ウクライナの情報を 多めにお伝えできる日ということなんですけれども、まずはこちらから行きましょう。積極五国情報さんです。よろしくお願いします。えー、ウクライナは、金ンンサスとノーバカホフカを結ぶルートの切断に成功。ロシア軍は平坦が弱体化ということなんですけれども、これね、正確にどういうことなのかということなんですけども、まあ、映像がついていて、その映像の中に地図がついてるんですよ。で、その地図で行きますと、金ンンサスからノーバカホフカにかけて、 ですね。東西にぐーっと横にこうは、線が入っている。ここをですね、切断したっていう、そういう話だそうでございます。えー、おそらくですね、まあ、ヘルソンのアントノフスキー橋、ヘルソン市の近くに補給をするときと、例えば小ザチラヘルとかクリンキとかですね、ノバカオフカ方面の方に、えー、補給をするとき、ロシア軍は横にこう補給が回せていたんだけれども、これを切断したがために、各所各所にこう持ってかないといけなくなったと。 いうことで平坦が弱体化したっていう、そういう意味なんじゃないかなという気がします。で、実際にですね、最前線から数十キロ離れたところですね、ちょうどまあこの切断したツがついてるようなところなんですけれども、こんな情報入ってる。 えー、ヘルソンキャットさんですね。よろしくお願いします。えー、ヘルソン地域のブリリブカにあるロシアの基地ということなんですけども、弊社をウクライナ軍が攻撃します。最前線から36キロ離れたところですね。ちょうどね、あの、バツ印がついていたようなあたりになる。小雑誌ラヘリのちょっと奥ら辺ですね。地図で示すと、まあ、こういうぐらいのところになるんですけども、うん。ちょうど幹線道路の交わってちょっと行ったぐらいのところですね。こういうところを実際にウクライナは叩いているということで、まあ、東西の お補給というのを今、ウクライナが寸断しているということで、ロシアが補給大変になっている、そのうちにドリプル側ーを溶かし,していって、まあ、共闘法を強化しようっていうような、そういうことになるんじゃないかなというふうに思いますけれども、これ本当にウクライナ軍が共闘法をどんどん大きくしていって、ここに戦車とか装甲車とかを運び込めていって、 え、このドニプロからサガンの今ロシアが占領しているところをどんどん侵食できるっていうことになると、東部戦線の方で今圧力をかけているロシア軍がそれどころではなくなってくるということで、ロシアもですね、どれぐらいこれが危機的なことなのかっていうのは分かってるはずなんですね。やっぱりね、圧力を強めてるっていう真逆の情報も入ってます。え、それがこちらなんですけれども、ライバーさんですね、ロシアの有名軍事ブロガーになりますけれども、え、ライバーさんの報告ですと、 クリンキ、コザチラヘリの北ですね。クリンキのところでは一部ね、ロシア軍が、えー、取られたところをさらに取り返したっていう情報が入っています。いますけれども、クリンキの街の中心部は依然ウクライナ軍がいるっていうことも同時に報告されてますね。なので、クリンキに本当にウクライナ軍がもう足場を築いているってことは確か。 で、これを広げていこうとしたんだけれども、一部ね、農地だそうです。農園のところは取り返されてしまったっていうような状況でございます。なので、ロシアとしても、今いかにここに共闘が本当に大きいのができると困るかっていうことを分かっているので、今必死でですね、えー、圧力をかけてカウンターに出てきているというような状況なんですけれども、これをね、こう、ウクライナが優位に進めるためにはどうしたらいいかっていう、そういう話なんですけれども、やっぱりね、航空優勢ですね。 航空優勢が、ま、各戦場、戦線でないというところ、ここがかなり痛いかなと思います。 で、これはヘルソンに限らず、一番最初に反撃を始めて、最も話題なところ、特託メリトポリ方面のロボティネ方面ですね。あそこもずっと止まっています。で、アウディユーカとかバフムートとか東部の方に行くと今、今、えー、ロシア軍が圧力をかけてきて、一部、ウクライナ軍は解放地を失っているような状況。これもね、全部航空優勢の問題じゃないかなという気がいたします。 そんな中、昨日お届けした情報の訂正とお詫びなんですけれども、昨日ですね、ウクライナ軍のパイロットが、まあ、訓練をするということで、F16 戦闘機に乗りました。そういう映像が出てきましたという情報をお伝えさせていただきました。あれですね、誤報でした。大変申し訳ございませんでした。とですね、 えー、おそらくウクライナ情勢をずっとウォッチしている人の中で、この航空優勢の部分ですね、ロシアに結構捉えているというところ、心配している方がものすごく多いと思います。で、現在のウクライナの反撃も、事実上失敗したということも、まあ言う人もいるんですけれども、 このやっぱりですね、ボトルネックになってきている主芸員っていうのは航空優勢だったりします。なので F16 の話っていうのは本当に目を光らせて見ている中ですね。もう実際に訓練あんなに進んでんだよっていう情報を出たので、まあ飛びついてしまったということになるんですけれども、こちらですね。はい。えっ、ー、と、ウクライナ空軍の報道官、えー、イグナト報道官ですね。イグナトさんが、まあまだ訓練進んでないよっていうことを言いましたね。 えー、ルーマニアでですね、まだ訓練受けてませんと、訓練施設を今建設している最中ですっていうことを言ったので、昨日お届けした、えー、ウクライナ軍のまあパイロットが F16 に乗って実際もう飛んでますよっていうところまでは全然行ってない。えー、そしてもう一つ出てる情報が、この冬には早ければ、もう F16 がウクライナの地を飛ぶんじゃないかと言われている情報も出てるんですけれども、これもやっぱりね、あのー、先走った情報だなというふうに思います。うん。 なので、やっぱり2024年、来年の春ぐらい、早くて春ぐらいって考えた方がいいのかなというふうに思いますね。ものすごい重要なところなので、期待値が高いんですよ。で、これがフェイクだってことになると、ドーンって落ちちゃうんで、まあ、ある程度、平常心を保つためにも、春ぐらい、早くて春ぐらいっていう見方をしていった方がいいんじゃないかなという気がいたします。で、なんでこの航空優勢が大事かというと、先ほどのヘルソンのところでもですね、まあ、いい感じではあるけれども、多分ですね、快進撃は始まらない。で、なんでかというと、 ロシアがですね、ウクライナが届かないところから戦闘機を使って攻撃をしてきているからっていうことなんですね。ちょっとこちらご覧ください。うん。これね、地図が載ってますけれども、ロシアがですね、SU-34 という戦闘機で、最前線から52キロぐらい離れたところ、ここから攻撃を仕掛けてきてるんですね。そうすると、今現状、ウクライナが持っている戦闘機では、ロシアの占領地域の中に入り込んで迎撃しないといけないので、レンジが全然違うわけですよ。 ということで、ロシアはある程度安全なところから、空から攻撃をしてきているような状況なんですね。この状況が各戦線であるということなので、なかなかですね、ウクライナが押し切るというような、快進撃をするというような状況が生まれづらい状況にあるということです。しかしですね、この不利な状況の中でも実はウクライナ軍すごい頑張って戦闘機を撃墜したりしてます。今、激戦地を押されていると言われるアウディウカなんですけれども、 ロシアの SU-25 を撃墜したという情報が入ってきています。ちょっとね、確実に確認取れるような映像ではないんですけれども、まあ、こんな感じでですね、一応炎が上がってるような映像も出てきていて、SU-25 を撃墜したぞっていう情報も上がってきてるんですね。えー、ということで、レンジが足りない中でもですね、なんとかコツ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 ロシアの戦闘機、そしてまあヘリコプターもそうですけれども、ウクライナが少しずつ壊しているような状況、 ということで、まあ、F16 というのが期待されているということでございます。で、これに関してはもう少し待たなければいけないということになりますね。で、ちなみに、アウディユカなんですけれども、えー、ロシアが相変わらず圧力をかけていて、まあ、心配される状況になってますけれども、多分ね、ウクライナ、現地のウクライナ軍もそれを分かっていて、こんなね、映像を出してきました。 これね、アウディウカのコークス工場になりますけれども、今、ウクライナが完全に管理している状況ですね。管轄下でありますが、まあ、チャリンコに乗ってですね、全然大丈夫だぜ、みたいな余裕の動画っていうのを出してきましたね。で、余裕なわけはないです。どんどんロシア軍が迫ってきていて、砲弾も飛んできているような状況だと思うので、余裕なわけはないんだけれども、こういうですね、茶目っ気と言いますか、その心の強さですよね。うん。まあ、これ見せられるとですね、戦場にいる、 方々がこれをしてると。非常にハートの強いことをしてるということで、戦場にいない我々ですね、もっと、あの、強く、気持ちを強く持って、やっぱりこの人たちを支えていこうという気持ちになると。 いうことでございます。はい。では、ウクライナ情勢まだ続きます。次はですね、まあ武器とか支援とかの話に行きたいんですけれども、積極五国情報さんですね。よろしくお願いします。ドイツ、オランダ、デンマークから新たな支援が発表ということで、えー、レオパルトとか、まあ戦車かな。あとあ、ドイツからもですね、結構大きな支援が発表されたばかりということで、えー、ウクライナ支援の情報が今続々と入ってきているような状況でございますが、 ええとね、一番ね、懸念されるものは、先ほどは戦闘機だったんだけども、直近でいくと何かというと砲弾なんですよ。弾薬なんですけれども、えー、こちらですね。えっ、ー、とですね、えー、クレバー外相が EU から届くはずの弾薬に関してですね、うん。まあ、その、政治的な問題というよりも、供給体制の問題があるんだろうということで、まあ、解決できるかもしれないというような、こういうコメントをしました。 で、これ何にコメントしてるかって言いますと、こちらの記事になりますね。AFP になりますけれども、ウクライナへの砲弾100万発供与 EU の目標達成困難ということで、まあドイツのピストリウス国防大臣がちょっと達成は難しいんじゃないかなという発言をしたっていうことです。 100万発をですね、ここから EU が供与していくということになってるんですけれども、どうもそれ達成できそうにないぞっていう弱気な発言をしたということなんですが、ちなみにですけれども、ピストリウさんがこれ言ってるだけで、まあ、EU の交換の人たちっていうのは、いや、あの、困難ではないとなんとかなるよっていう言い方もしてます。うん。どういうことかというと、EU の域内にある、まあ、企業ですよね。 で、この企業が弾薬を作って、それをまあ各政府とかが買い取ったりとかっていうことをして、それをウクライナに送るんですけれども、値段がね、あまりにも高騰してしまっているのと、世界的にこの弾薬っていうのの需要が上がってしまっているので、えー、各政府よりも、その外国のまあ、軍とか政府とか、まあ企業もあるかもしれませんけれども、そっちの方が高値でも買っていくっていう状況があって、せっかく弾薬作っても、その40%がウクライナに回す、 らずに他の国に売られてしまっているんですよ。で、これに対して今 EU サイドが何言ってるかというと、値段を上げるんではなくて生産ラインを増やして、拡販してくれと。長いお付き合いしましょうよっていう提案を企業側にしているような状況ですね。なので今作っているもの40%も外国に流れているんであれば、 これを優先的にウクライナに回す構造さえできれば、そういう流れさえできれば、決して達成困難ではないということですね。 なので、クレバ外相も政治的な理由ではなくて、こういう、まあ、商売上の構造の理由があるんだっていうことを言っていて、まあ、まだまだ諦めるわけにはいかないという、そういう話をしているっていうことでございます。はい。では、イスラエル中東情勢に行きたいと思います。今日はね、イスラエルの方がちょっとということになるんですけれども、えー、イスラエル軍がですね、え、ガザ地北部の方ですね、こっちの方の制圧地域を広げておりますということなんですが、イスラエル軍からこんな発表がありました。 まあ、数々のところを制圧しましたという話ですね。え、ハマスの立法議会の建物、政府の複合施設、警察本部、兵器開発に使用される工学部の建物、あと、ガザ知事の公邸とかですね。いろんなところを制圧しましたということを、イスラエル軍が発表しています。地図で見るとですね、まあ、こんな感じになりまして、ガザの、まあ、北の方、ガザ市をぐるーっと囲むような形ですね。うん。という形で、え、外堀から包囲して多分、うちに占めていくような。 そういうような作戦をとっているんじゃないかなというふうに思います。で、この上でなんですけれども、えっ、ー、とね、一般市民の避難回路って中央ぐらいにあって、この制圧地域の中には入っていないんですけれども、うん、入っていないけれども、この避難回路に関しては、えー、イスラエル軍がちゃんとあの、管轄権を持ってるというか、ハマスがね、ちょっかいかけてきてるらしいんだけれども、それを排除しながらちゃんとキープしてる模様ですね。 で、一日、まあ、最低4時間と言われる停戦時間を設けて、この避難回路は毎日、ちゃんと履行されているような状況です。え、イスラエル側からの発表ですと、もう20万人を超える人たちが、まあ、避難をしたということが言われてますけれども、これをね、やっぱりね、ハマスがね、止めているんじゃないかっていう疑惑っていうのがあります。まあ、それがね、こちらの映像なんですけども、アルジャジーラという、まあ、中東のメディアですね。 アルジャジーラがですね、あの、プレスが入っていってます。で、インタビュアーが一般市民のこのお父さんにインタビューをするんですけれども、このお父さんがいきなり何言い出すかというと、なんでハマスが私たちの中に隠れているんだと。うん。えー、なぜ彼らは地獄に行ってそこに隠れないのかっていうですね、ことを言っていて、一般市民の中になんでハマスが紛れ込んでんだっていうことをバーって喋り出すんですね。で、アルジャジーラのこのインタビュアーがですね、すぐにマイクをボンって あの、引き上げてですね、喋らせないようにするっていう、そういう一連の映像が出てきてしまったっていう、そういう話ですね。で、え、ハマスに関してですね、ガザのパレスナ人の人がハマスを支持しているんだっていう、大弁者なんだとハマスがっていう言い方を未だにしてる人いますけれども、これの根拠になっているのが2006年の選挙でハマスが勝ったからっていうのが未だに言われてます。もうね、15年以上前の話ですよね。 15年以上前の選挙の結果を今持ち出してハマスが支持されてるっていうのはですね、ちょっと情報としてはどうなのかなと思います。今言われてるのは3割ちょっとぐらいだって言われてますね。ハマス支持の人たちは。で、15年前ぐらいのそう2006年の選挙っていうのは何があったかというと、圧倒的に強かった今のパレスナ自治政府の方のハタファというところ政党ですね。ここがね、内部分裂をしてしまって票が割れたんですよ。 なのでハマスが勝ったっていう、そういう事情もある。それでもすごい票取ったんですけどね。取ったけど、そっからやっぱり人気落ちてきていて、今は3割ぐらいと言われている。なので、必ずしもパレスチナ人、ガザのパレスチナ人の人を代弁しているのがハマスではないですね。うん。それどころか現在は、その一般市民の中のにまみれてですね。 うん。あの、盾として使ってるのがハマスということで、それに対してクレームを言っているガザ市民の人。15年前ではなくて、今現在のリアルタイムではこういう苦情が出てきているという、そういうお話でございます。えー、では最後にですね、アメリカもたまにはまともなこと言うんだぞっていう、そういうお話、加藤健さんです。よろしくお願いします。えー、っとね、アメリカの国務省報道官ミラーさんですけれども、私たちはイスラエルに対して病院を守るために手を打てと要求する全ての人に、 ハマスに対して病院から立ち退き民間人を人間の盾に使うなと要求してほしいと思っていますっていうことですね。えー、イスラエル軍に攻撃するなっていうのはそれはわかります。それに反対するつもりは全然ないんだけれども根本原因としてハマスがそこにいなければいいんです。なのでハマスは病院とかですね、その民間人の難民キャンプであったりとか そういうところから立ち抜けというところをまず主張しないと民間人守れないんじゃないかという繰り返しのアナウンスということになります。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。